で、まあ、ここがですね、タッチバーというものになりますね。世の中にはね、触ってはいけないバーがたくさんあるんですけど、このタッチバーはね、まあ、言ってしまえば、触り放題という感じなので、まあ、お触りバーっていう感じですね。まあ、それぐらいで冗談はちょっと置いといて、実際に触るとどういう感じなのかっていうのをね、お見せしておこうかなと思います。ここね、ポチッと押すとこう広がったりするんですよね。見えるのかなみたいな。これで、ポチッと押すとシュッとなったりとかね、こういう。ありますね。で、今までだとこう明るさね、こう小さい暗くしなきゃ連打みたいな感じだったんですよね、ファンクションキーが。なんだけど、これになってからは明るさのボタンを押すと、ここでこういう風にね、なんていうのスライダーでこう明るさが可変的に調整できるという感じです。これなかなか使いやすいなと思いますね。だからタッチバーまだまだこれからね、いろいろ機能増えていくんだと思うんですけど、これ、ね、使いようによっちゃすげえいいんだなと思っております。はい、それではですね、だいたいセットアップも終わったので、ちょっとですね、この新しく来た MacBook Pro 15インチの性能をですね、ちょっと比較してみようと思います。で、Geekbench っていうね、アプリケーションもありますので、それを使ってですね、まあ、数値化する感じですね、CPU とか、グラフィックのね、グラフィックチップがどれぐらい速いんだみたいな数字でちょっと出して、比較していこうと思います。シングルコア、それからマルチコアっていう成績が出るんですけど、シングルコアだと4694。マルチコアだと 14,397 というのが出ております。で、あとここでね、今持ってるこの MacBook Air、 これでもテストしてみました。これが、Core i5 の 4250U っていうのがついてるんですね。2013年モデルです。で、これがシングルコアのスコアが2821、マルチコアが5048という感じになっております。3倍近い差がついちゃうんですね。なぜかっていうと、まあ、CPU の中にね、何個そのコアが乗ってるのかっていうと、これは2個で、 iMac は4個乗ってるんで、単純にそこだけで2倍違うんですよ。なんだけど、性能差でいうと3倍近い差が出てしまうという感じです。で、 GPU、 これがね、まあ単純に言うとゲームとかするときに 3D をこうグリグリ動かすのに使うチップなんですけど、これが、iMac は、Radeon の、ね、R9M290X というものが積んでいて、これ通す、で、この後ねテストするんですけど、GPU の性能が 77,236 という数字が出ております。で、この MacBook Air に関しては、インテルの、ね、統合グラフィックがついております。これまあ昔と比べればね、統合グラフィックだいぶ性能が良くなったんですけど、スコアが 16,765 ということで、まあまあ、かなりね、いいスコアだとは思うんですけど、外付けのね、GPU がついている iMac と比べると、やっぱ5倍近い性能差が出ているということになります。で、今回私がこの購入した、MacBook Pro 15インチなんですが、CPU はね、私アップグレードして、Core i7 の 6920HQ というものになっています。多分、iMac 5K と同じぐらいの性能の値が CPU の、ね、性能が出てくるんじゃないかなとなんとなく思ってますね。じゃあ早速まず CPU のベンチマークやってみようと思います。行きます。ポチッとな、まあ、これでねちょっと待つ感じですね。はい、ということでスコアが出たので皆さんにお見せしようと思います。こんな感じです。見えるかな。コートでお伝えすると、シングルコアが4478、マルチコアが 13,783 ということで、iMac の 5K と比べると、シングルコアだと、200ぐらい少ない感じかな。で、マルチコアだと、600ぐらいの差ですね。かなりやっぱり CPU が進化してるんで、こんなね、ノートパソコンなのにデスクトップの iMac と同じぐらいの速さが出るようになったという感じです。と言われるグラフィックのところの、性能を、ね、ちょっと測っていこうと思います。
インテルの統合グラフィックだと 18,989 だからまあ 19,000 ぐらいですね。なんで、MacBook Air と比べると3000いかないぐらい増えてる感じかな。まあまあ、統合の、ね、グラフィックチップってそんな性能劇的に上がらないんで、まあまあ妥当な数字かなと思います。で、MacBook Pro このモデルは、あんまり使ってないときはインテルの統合グラフィックを使ってて、GPU のパワーが必要だってなるとパッと切り替わって外付けの GPU を使うというようなことで、電力の、ね、消耗を抑えているということみたいなんですね。なので、本気出すモード、本気出した方でどれぐらい、行くのかっていうのをちょっと調べてみようと思います。まあちょっとこれはねどうなんだろう、ちょっとね想像できないんだけど、下手するとこれは iMac の 5K よりいい数字が出てもおかしくないんじゃないかなと思ってるんですよね。2世代ぐらい進んでるし、今これ最新のねラデオンプロが載ってるんで、僕もっとね9万とかいくのかなと思ったら全然いかなかったですね。でこれが今回5万7000でしょうか、2万ぐらい少ないんですよ。ってことを考えると、やっぱりね、GPU の性能としては iMac 2年落ちの方が全然早いという感じになります。はい、ということで以上ね、ベンチマークの数字だけお届けいたしました。私の感覚だと MacBook Air がかなり下で、iMac の 5K といい勝負するんじゃないかなと思ってたんですよ。同じぐらいか、もしかしたらこっちの方がちょっと早かったりするなんて思ってたんだけど、やっぱりこっちの MacBook Pro の方がちょっと劣るという性能だということがこれで分かりました。なのでやっぱりね、速さだけ求めるんだったら所詮デスクトップは超えられないということがね、ここで分かりましたね。はい、ということでね、私いつもプレミア、アドビのプレミアを使って動画の編集してるんですけど、ベンチマークをいろいろお届けしたんだけど、いまいち数字で言われてもうーんってよく分かんないなって感じの人結構多いと思うんで、私のね、これちょっとこの間出したApple Watch の前編の動画のプロジェクトなんですけど、動画編集するときはこうやってね、作ったやつを1個の動画ファイル変換っていうことをするんですけど、これがねめちゃくちゃ時間かかるんですよ。これをねちょっとそれぞれで私1回やってどれぐらい時間かかるかって試してあるんですね。まず、今今夜ないんだけど iMac の 5K モデルでやったところ、これの変換が18分と5秒で終わりました。で今ここにある MacBook Air 2013モデルのこれでやったところね、61分と10秒だ、1時間と1分10秒かかってるんですよ。この段階でね、iMac の 5K とこの MacBook Air との差が、何倍あんの ?2 倍、3倍、3倍近く早いっていうのはなんとなく分かっていただけるのかなと思います。なので、このね、同じプロジェクトの変換、これのエンコードをこのマシンで、この MacBook Pro の15インチ新しいやつやらせた時に何分で終わるのかっていうのをちょっと測ってみようと思います。多分さっきのねベンチマークの結果から察するに iMac が18分5秒で終わってるんで、多分ね18分以下で終わることは絶対ないと思います。なのでまあまあなんとなくだけど、なんとなくね30分以内ぐらいで終わってくれるんじゃないかなと思っております。はい、じゃあいきますよ。これで書き出しと一緒に解消しますよ。いきます、せーの、こっち。はい、さあどれぐらいで終わるんでしょうか。ちょっと見守ってみようと思います。はい、もうすぐ終わりそうなので再度録画を開始しました。今ね90もうすぐ 5% で17分23秒。これね iMac の 5K と同じか下手したら速いかもしれないっていうレベル感だな。すげえ速いな。おお、すごい。見て、はい、ちょっと暗くて分かりづらいから液晶がこんな感じ見える。18分32秒で終わりました。私の iMac 5K って 3TB の、フュージョンディスクにしてるんですよ。ハードディスクと SSD で複合で 3TB みたいな感じのやつなんですよ。だから読み込みと書き込みがね遅いんですよ、多分。で SSD がさらにこのモデル早いっていうのと、フルに SSD なので多分差が詰まったんじゃないかなと。 CPU の性能以上にディスクの書き込みがね大きかったのかなと思います。僕がフュージョンの 3TB にしてるんでこういう結果になりました。なので私の環境だけで言うと、ほぼもうほとんどね iMac の 5K と変わらないレベルでこれは動画の変換ができるという嬉しい結果が私には得られたなという感じがしております。ただねやっぱりこれCPU がガーッと回るとここものすごい熱い。今 10% ね動画の変換が進むとバッテリーがね 6% ずつぐらい減るんで、今のこの動画をね完全に変換すると 60% ぐらいバッテリーが減っちゃう感じになります。なので変換はねやっぱちょっと外でねポチッと変換は、5分10分の動画を変換するっていうのはちょっと電源つながないとね厳しいのかなとちょっと思ってしまいました。
はい、ということで今日は MacBook Pro 15インチ立場付きのモデルのレビューをお届けいたしました。まだね、ちょっと本当今日開けて開封しただけなんでね、これからもっといろいろ使い込んで、また皆さんにいろいろね、こんなことがあったよとか情報をいろいろお届けできればなと思っております。で、自宅の編集時もね、エンコードしてる時間がすげえ iMac の 5K だとかかるんで、 iMac の 5K で編集してこっちにねファイルを持って行って、ここで変換させるというような使い方を自宅ではしていこうと思っております。1ヶ月後とかにね、またこんな使い方どうですかとか、いろいろ気づいたこととかお届けしようと思いますので、よろしければチャンネル登録をして、また次の動画見てくださいね。ということで今日は MacBook Pro 15インチモデル立場付きのレビューをお届けいたしました。また見てください。では。